ちょっとね、オープニングにふさわしい、はい、ド派手なモノマネでもちょっと見せてちょうだいよ。ド派手なモノマネじゃあさせていただきましょうかね、はい、お願いします。行きましょう、はい、水を飲む小学生あ、回復地味やな。いや、おったけど、いや、似てるか知らんけど、あの僕あのド派手なやつ注文したよ。ド派手なやつね。有村架純ちゃんと須田将暉くんの映画見た？その花田みたいな恋して二人のね、そう、二人の恋愛の映画、すごい二人やんか、うん、で、この二人が物語中のストーリーが、うん、この二人が共通な趣味で付き合うみたいな話やね、映画、うん、その趣味が二人とも天竺ネズミが好きやねん。天竺ネズミのライブを行く行かへんみたいな。そうそう、天竺ネズミのライブに行けなかった二人という、行きたかったけど行かなかったから出会った、ギリギリ行けなくてそれで出会って付き合ったみたいな映画。そう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 、俺もう映画館でもうハンカチキーなんでーって藤崎マーケットでーやって皆さんすごい座り心地いいでしょ。それね、あれらしいですよ、トヨタの車の革張りシートらしいですよ、それ。愛知県ということで、なんかそんな当たり前やろみたいな顔されててもね他県から来たやつが名古屋語んなみたいな感じですけど、なんでこんなダラダラ喋ってるかというと、日社がね、土地っとんねん、日社が土地っとんねん。お、土地ってはないよ。土地ってるやろ、今来てないねんから。仕事仕事、それを土地ってるって言うねん。まあ、今日はね、一つね、こう皆さんと盛り上がっていけたらなと思うんですよ。まあなんせね、ツーマンなんで盛り上がらないと話にならない。まあましてね、この映画館でネタやってますから、うん、配信されてるらしいんですよ、今日もね、うん、だからこう配信先でこれ盛り上がってるとね、配信見てるお客さんもこう盛り上がってるな、受けてるなっていう感じは伝わりますんでね。じゃあせっかくだからさ、うん、じゃんけん大会しようよ。絶対嫌やろ。ニコン社長です、お願いします。よろしくお願いします。わ、すごいですね。たくさん行っていただいて、ありがとうございます。あ、それ映画館ですね。すごいですね。いいですね。こんな席あるんですね。こう寝ながら見る席ね、これ。ちょっと座ってみたいけど、まあ、あかんやろな、これは。多分、出たら怒られる、ね。ちょ、着いたばっかでね、ふわふわしてるんですよ。ごめんなさい。すいません。いや、今着いたんですよね、本当に、はあ。よろしくお願いします。俺、原さんの方がミステリアスなのよ。あ、先生は割となんか喋れる感じやね。まあまあ、まあ、そうですね。なんか別に雑談もできるんかなって、はいはいはい、原さんはどんな人か俺マジで分からへん。あ、まあまあ正直その今ねここにどっかに線を引くとしたらマジこうです。そうなの。どっちかというとここが一番あれ、うん、そうそうそう、もうほんまに、まあ本当に喋るというか会話が上手じゃないので。あ、そっちはまあ、うん、別に尖ってるとかではなく。あ、全然、はい、これで尖ってたらやばいでしょ。実僕が宇宙人悩んでるで、あなたが親友としてやってきてブチ切れて空港に向かわせる友情の熱いシーン。なるほどね。これお願いします、はいはい、おい、お前こんなとこ何してんだよ。あいつ1万ドル早く空港行けよ。もういいんだよ。自分の気持ち伝えたのかよ。もうほっといてくれよ。このふにゃちん野郎。え、お前みたいな腰抜きは帰ってママのおっぱいでも吸ってな。どうしたんやお前急に。おい、ちょっと聞きたいことあってさ。お前に何がいいな。スーパーにさ、はいはい、カートってあるやんか。買い物の時使うやつね。そうそうそう、ありまんな。いや、あれがさ、はん、俺どんどん家に溜まってってんやけどさ。あれあれみんなどうしてんの。おい、あれちょっと待って待ってもや。おい、ええ、あんたあれ持って帰ってんのかいな。え、持って帰ってるよ。あれあかんで、お前持って帰ったら。あかんのあれ。あっか、お前。あ、知らんかった俺。考えたら分かるやろお前。え、レジ袋有料化したやろ。あ、したな。なんでカートも売れやねんお前。ほんまやな。しゃあろお前。あ、そうなんや。持って帰ったらあかんねんお前。あ、そうか。持って帰ってくるお前、店員さんに何も言われんかったんかいな。いや、別にやけどな。あれ、ノーダメで持って帰れんねん、うん、あれ。そんな心に刺さるようなこと言われてないな。言われとるがなお前。おい、え、基本嫌なやつよな。いや、嫌なやつ、基本な、基本ね、ちょっと仕立て上げようとしますよね、俺らのこと。なんか、小林さんが、え、なんか、誰をバカにしてないの。そうやね。基本全員いじってるもんな。いやいやいや、そんなことない。そんなことマジで大丈夫。全員を、どういうことですか。全員いじってる。全員を愛してますよ、どっちかって僕ら本当に。いやいやいや、嶋佐はわかんねえ。はい、あ、本当っすか、うん、愛してんねんなって。ああ、嬉しい。俺っすか。いや、いやしよな、ちょっと。いやいや、俺の方が愛してますって。芸人さん男に尊敬してる人はおらんやろ。
いや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 、全部尊敬しますよ、なんだったら芸人。え？なんでこんな人狼ゲームやってるんだよ。いやー、本当になんかね、静かな感じでありがとうございます。ありがとうございます。うわありがとうございます。これは東のり、はい、男子のこもった笑い声ですね。これはまずいですよ。これはね、僕はちょいちょい1年2回とかこういうライブとかやってるんで、はい、やってんの、はい、はい、もうやってるんで、慣れたもんですけど、今田さんとかホトちゃんとかは、はい、あんまりこういうあのおじさん相手に喋ったことあんまり聞いてない。俺はね、大体女性が多いんじゃないですか、こういう。いや、じゃあ、ほんでルミネ出るやん、はい、ルミネ出ても、はい、やっぱりあの若い芸人目当ての若い女の子多いから、あんまりこの客層は正直ごめん苦手かもしれない。いやいやいや、今さん違うんですよ。え、我々もう年重ねてきてるから、はい、僕と今田さん目当てのお客さんは、はい、ほぼハゲてます。こんなご時世でございますけれどもな、ちょっとまたね、やりたいと思いますし、こういうのやっぱ見てはんのかな、ね、その配信してるから、はい、どうなんですか ね、 ね、ぜひぜひ皆さんまた来てほしいと思います、はい、今夜はどうもありがとうございました。ありがとうございました。さようなら。ありがとうございました。ありがとうございました。